お疲れちゃんスラットです。今日はですね、こちらのフェニモンエリポンデッキでトラ上げしていきたいと思います。というわけで、シーズン残りがねもう少ないので、はい、ラストスパートかなというわけでトラ上げしていくんですけど、まあ上の方はね、まあ、フェニックスはもうほぼ格で入ってますね、みんな。でフェニックスの、まあ、ディガポイだったりだとか、また人気かな、はい、この世界で一番人気がうまいウェロが、今人気で上がってます。はい、とかまあフェニモンのデッキがいろいろあるよという中で、意外と使われてるのがファルチですね。はい、このファルチがまあフェニックスに対して強いというわけで、ファルチが結構強いっぽいので、まあ、ファルチェディガっぽいもあったりとか、まあ、なんだろうな、ほんといろんなデッキにちょっとファルチが入ってるので、まあ、フェニモン持ってねえよって方はな、ユニレベ足んねえよって方はぜひちょっとファルチを採用してみてください。はい、あれクランメ KK だ、よろしく。で、まあ、あとは、結構みんな、ポイズンですね、呪文が。そう。まあ、ジンギエはさっきたまたま早歩でしたけど、なんか環境の、まあ、約半分ぐらいの呪文はね、ポイズンで成り立ってるかなと、言ってもいいぐらい、みんなポイズンです。はい。これ、金キラできるかな？無理か。まあ、フェニックスに対しての、まあ、有効な呪文ってところで、よいしょ。まあ、ファイボロ系だと跳ね返されちゃう。で、なんだろうな。文句で跳ね返されちゃう。フェニックスを溶かすのに、単純に卵もそのまま溶かせるんで、結構強いっぽいですね、ポイズンが。さあ、まあ、ここは受けちゃうんですけど、まあ、我慢しての、って感じかな。さあ、今回の相手は普通の迫撃ディガーですね。まあ、フェニモを持ってない族かもしんない。マスケとかもちょっと強いよねって感じかな。さあ、まあここはそれぐらいなら許容してフェニックス行った方がいいんじゃないかなっていう、縦の選手も出したいでしょみたいな。さあポイズンですね、やっぱりフェニックスを溶かしつつスローにさせつつ、卵も対応できるというので、ポイズン時代が来てますね。なんかポイズン強すぎやろっていうぐらいポイズンが多いので、まあ、ちょっと顔してほしいなと早くも思っております。フェニックス使いよいしょ。おー、チャンピオンはミラーできません。さあ、ちなみに文句は相手の迫撃砲も跳ね返せます。これピヨーン、いやー優秀ですね。もう俺はエリポーのためるデッキなので、まあ、できるだけ貯めてマスケにしっかりね文句を合わせていきたいね。さあ、ここはちょっといい流れになってくれそうな。さあ、でマスケいないのでフェニックスで対応して、難しいとこ、なんかマスキが意外と厄介ですね。さあ、こっちに来ちゃう。一旦形を組みます。ああ、ボイズンボーイですね、マジで。まあ一旦撃破もね返せるんでね、こんな感じで。さあ、全然いい感じですよ。まあ、ファルチがちょっと腐ってるんですけど、僕は。よいしょ。さあ、これで相手のマスケもしばきたい。理想は。さあ、無理やり行く。さあ、ファルチが入ってます。本当はね、相手にフェニックスがいればもっと楽に勝てるんですけどね。さあ、いやらしい位置のディガー。ちょっと攻め手が悲しい状況ではある。さあ、時間的に今からっすね、マジフェニックスゲーをしていきたい。
お、さあこれマスケ溶かせるので左側にフェニックス、フェニックス大量パッチ来た。パルチが頑張ってる。引っこ抜いて、さあフェニックス祭り、よいしょ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 、頑張れ、やっちまえ。さあ卵が2個、さすがにこれはもうウェイという、はい、まあこれ環境なんでね環境なんでね、許してください、こういう試合になります。はい、よし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 、まあ、でも相手ちょっと珍しかったっすね。ね、なんかとりあえず環境に潰されそうなデッキ使ってましたね。はい、マジマスケとか圧着衣は頑張ってるプレイヤー結構いますけど、文句がマジで辛いですね。まあ出すタイミングとか次第ではいろいろ変わるかもですけど、さあ今回の相手は本物系エリポン来たいですね。さすがに禁忌して、あーこれ文句カウンター使ったら禁忌起動されるっすね。やべ、ナイトが、ナイトちょっと痛いけど許してもらおう。やりこぶだったな、あーギャング、ワンチャンザップがあればって。さあめちゃんこダメージ受けちゃったんですけど、まあフェニモンなんでそんなあんま関係ないですね。よいしょ、お、80% 軽減でやりごぼしばける。さあトルネも組み合わせて、やばいよね、わかんなくない、なんでこの攻めが通ったんだろうっていう心理になるんですけど、僕もわかんないんですよねマジで、なんでこの攻めが通ってんのっていう。通るんですよね、でもフェニックスなんで。はい、まあエリポンで後取ってたのはもちろんありますけどね。さあこれで両タワー削れる、あーワンチャン5跳ね返せそうだったな。で僕はぶち切り守ったらもう勝ちなんで、え削りすぎじゃない。まあこの辺にね、はいこんにちは。いやファルチが普通に強い、まさかのファルチが強いなんて時が来ると思わないですよ、誰も想像してなかった。諦めましたかね、一応反射もあるよっていう。おい、いや気持ちいいマジで上位ワンチャン目指せるっすよねこれで。でも今んとこフェニックスを引いたわけではないんですけども、ちょっとファルチがいい味出してるっすね。いや全然こんなんじゃないっすよ環境、普通にさっきやったんですけど、マジでこんな感じでフェニックスとか文句がやっぱ溢れてるっすよね。そうで、いろいろ使ってって感じかな。さあ、どんどん行きましょう、どんどん。さあ、まあ、ゆっくりゆっくり組み立ててね、カウンターというか、相手に合わせればいいんでね。このデッキはよろしく。さあ、またポイズンが流行ってるからこそ、ファルチがね、処理されないんで強いっていうのもあるかもですね。よいしょ。ライトニングとか、まあロケとかが流行ってるとまた多分違うと思うんですけど、よいしょ、圧倒的ポイズンですね。おー、まあスキャラっぽいっすねこれは。これで普通のフェニックスザッピースキャラみたいな、スキャラ受けが僕はちょっと苦しいので嫌ではある。うん、フェニックス2体残んねえかな。
さ。だがしかし墓石が強えんだ。これが噛みつけ、一発噛みついて落として、いやでかいでかいでかい。これあ金起動っすね。あしない、金起動はしてこない。あこれやべえ、ミラーある時に置けばよかった。ミラーある時に置いとけばもう一回リポン受けて。熱かったっすね。まあまあまあ、ここで本当は今までリポン受けたんですけどね、チャンピオンミラーのあのズル戦術が今回のバランス調整でアップデでねできなくなっちゃったっすね。さあ相手アイスイズも跳ね返されちゃうので結構出しにくいぜ。ニットおユーノのダッシュでしばく、おイースピ飛んでなんか終わりそうじゃない。いやーマジで強すぎ重すぎ、まあ、重すぎだろ今の。さあさすがに相手これにねグッドゲームですね。はい、さあ諦めてくれる。しかもフェニックスなので時短がマジで強い。さあこの拾ったデッキがね、いやめちゃくちゃいいなフェニックス対策もしつつユーノのね突進とか俺大好きなんでね、はあ、いい味出してますね。さあリポンガル置きたいな。これ後ろにさ最初置いた方がいいのかな、どうなんだろうね。さすがに手前ギガっぽい環境です。おお、ファイブウッドのちょっと珍しいな。おおやおやおや、ラッキー、これは熱い。まあでもロイとかなのかな、そんなすんなりウッドファイブをポンポン咲いてくる。まあロイぐらいしかないか今の環境、この組み合わせで。あロイっす。トリトンも跳ね返しちゃうと、もうハンターフェニックスロイですね。さあこういう相手にはあファルチが刺さると思ったんですけども文句がいいですね。まあここファルチがいい味出しそう。うい、いやこのファイブは美味しいな。リポン受ける、しかも次ロイ来てももうフェニックスで気合で耐えれる。さあリポンゲーの始まりですよね。いやまあハルチフェニックスに強いんですけど文句に弱いんでね、それはちょっと気をつけないと危ないですね。ちなみにさあフェニフェニー、これさこっちにあったら相手ちょっと辛そうじゃん。うわしかもこれ U の追加熱い。いやー惜しいか。いやー U の追加な結構熱そうだったんですけどね今の。うんやべ近すぎた。まあいいや、まあ、絶対フェニフェニ強いんでで文句がカウンター使ったのでやべえ変なことしてるか位置が。いや強っ、
じゃあ一旦耐え、いや俺のユニットが行かれたのか。いやでもユーナの受けがこれきつい財団力。うわ防衛うまっ。いやファルチの鎌がやべえ。うん、やばい。俺のファルチが、んにゃ、俺のファルチが引っかかれてる。おい、ちょっと待って、インドネシアムーバーみたいな。いやうまかったっすね文句。さあちょっとファルチがむずいぞ。出すなんかやっぱタイミングとかをしっかり考えて、とりあえず後ろからみたいな、さっきみたいなね、出すと綺麗に文句でしばかれるっすね。さあエリポンやな、めこれも珍しい構成だ。おお、エリポンレイジやな。おお、匂うな、チンパン対決が。ネクロって反射できんの。でもファルチめっちゃ強そう今回って。ヤナアメだから、まあ一旦組み毒っすよね。こんな、いい炭も添えてあげて。いやファルチの鎌でダメージ稼ぐけどカウントやばい。おおオッケーオッケー、一体やってくれたのでかい。まあジャイ来てもファルチでなんとかなりそう。うわー、そのレイジ強、めちゃくちゃブーストかかるやん。うん、さあ地獄が始まりそうです。まあこのエリップをミラーは多分相手ないと思うのでちょっと強いぞ。うん、ジャイミニペイダクプリレイジみたいなやつですね。いやファルチ最強。ネクロフェニックスジャイレージか、めっちゃ強そうだな相手のデッキ。いやーこれ最悪1交換でいい気がしてきたな。やばい、ミニペン殴られてる。うん、いやさすがに俺の方がちょっと相性はいいと思うんですよ。こんなん相手文句いないんでね。これもうファルチで終わり。うわーでかすぎるそれ。じゃ守ってあげて。いやーファルチ強いなーマジで。さすがにこれに関しては負けれん。うわーでもすげミニペだけ。いやちょっと怖いっすねなんか。まあでも守れば勝ちなんで、しっかりファルチミラーで守らせていただきます。貫通するよ、えぐいぐらい。しかも文句で鉄壁の塊。よし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 、餌がいっぱい来てるぞ。
よし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 、お兄さん。お兄さん、次は俺のターンですけど大丈夫ですかい？もんなもん。生き毒生き毒生き毒。生き毒生き毒。さあ、で、もう真ん中に、フェニックス、フェニックス。ああ、キングが、キングが、ああ、もうこれはひどい。お疲れ様でーす。さあ、マジ今の環境、その、フェニックス入れてる重力もめっちゃ多いんで、パルチがマジで刺さるんですね。さあ、フェニックスで暴れていこう。とりあえずエリポン来たいな。まあ、あとなんか変わったデッキあったかな。ない。マジ、フェニックス、ゴレ、フェニックスエリゴレ、フェニックスエレジャイ。フェニックススケラ、フェニックス迫撃、フェニックス、なんだ、主軸ないやつ。フェニックスロイ。フェニックスディガ。まあ、その辺ですね。下方来たけど、まだ最強。これ、スケキンだと、ワンチャンあれっすね。あ、だから遅延スケラか。ないかなと思ったんですね、文句が。文句いなかったらちょっと熱いですけどね、僕は。まあ、スケラの受けが僕のデッキはちょっとだけ弱いんで、あんまり相手のユニットを自陣に入れないように戦いたいですね。ミラー使ったら持ってねえかな。いや、でもファルチで刺さりそう。卵産ましてあげたいな。はい。いや、産まないのかい。はい、とか言って。いや、ダメにくっ強。これ、いってんじゃね？で、相打ち来たら即引っ張る。あ、ボゼギアン、強いって。いや、でもこれ、相打ち処理できたら熱い。ワンチャン、お帰り。お帰り、フェニックスある。いやー、まあまあ。さあ、リポンいて。いやー、もう一回リポン来ていいけどな。わー、めちゃめちゃ低めアイスイズ、ちょっといやらしいっす。マジファルチ最強か。うわ、相手それは、おしまい、フェニックスつけるぐらい。いやー、このユーノちょっとエロいぞ。いや、これ文句だけで勝てそうだな。すごい、試合自体は地味なんですけども、俺はめちゃくちゃ頑張ってます。削れねえ。てかスキラ強っ。ちょっと待って、さあ、ファルチェトルネゲー。いや、強っ強っ。うわ、いかつ。ああ、ああ、ああ。フェニー、フェニー、ファルチェ取るね。いや、めちゃ変な取りにしてるけど絶対きついやん。絶対きついやんっていう。しかも文句のこれカウンターでアイスイズも跳ね返すし、タワーの攻撃も跳ね返すし、あーい、何かが入りました。
いやマジで本当にフェニックス下方車でこういう動画しか上がんないっす。はい、というわけでこちらファルチフェニモンですね。まあファルチが今めちゃくちゃ強いんで、まあ、ファルチ入れるなり、まあ、呪文はねポイズンすごいおすすめなので、ぜひね使ってるデッキの呪文をポイズンにしてやるとすごいフェニックスにもね勝率上がるんじゃないでしょうか。ではお疲れちゃんの人もまだねー。